もギタリストの藤井亮です。今回も引き続きですね、ペンタトニックをダサくならないようにする方法、パート3ですね、行っていきたいと思います。で、今回のポイントなんですけれども、パワーコード型を使いこなせ。はい。で、そのパワーコード型を使いこなせっていうことなんですけれども、まあ、これもどういうことなんかっていうのをちょっとまずご説明していきますね。まず、この前、縦移動型っていうのをやりました。まあ、4つ型を僕が勝手に作ってる中で、1つ目やって、今回2つ目ですね。で、そのパワーコード型の、まず場所というのを探していきたいと思います。まず、そもそも、パワーコードって何ぞやっていうとこだけ先に説明しておきますね。例えば、6弦の5フレット。ペンタトニックの始まりですね。ここを弾いてる状態で、パワーコードっていうのが、2フレット右側の1弦下。これで言うと5弦の7フレットですね。これを、パワーがあります。これパワーコードって言うんですけれども、そのパワーコードの形っていうのを利用してペンタトニック臭さっていうのをなくしていきたいと思います。で、今その言っている、いわゆるこの斜めの形なんですけれども、例えば、ここにありますね。で、次5弦。ありますね。4弦にもあります。3弦はちょっと離れます。2弦と3弦使うとき離れますね。で、次。ここはまあペンタトニックの形の問題でですけど、ここもちょっと離れちゃいます。うん。で、このいわゆる斜めの形ですね。これを使っていきます。で、あと。この空ドレミのパターンですね。ここでも確認します。ありますね。これは同じです。ここにあります。おー。出ましたね。はい、ここまで行けました。で、あと5弦ですね。5弦も。まあ、5弦も空ドレミのパターンを覚えておくといいですね。はい、ここまでです。で、どこにパワーコード型っていうのがあるのかっていうのをまずおさらいしたんですけれども、じゃあその形を使ってどういう風に弾けばいいんやっていうところをやっていきたいと思います。で、例えば、まあ、いつも通り、この3弦、4弦あたりとか、その付近使っていきたいと思います。まず、このペンタトニック、今 Am ペンタトニックでやってるので、この A、ラーの音に、まず集結する、終わるっていう形でフレーズを考えていきたいんですけど、まず、このソラドレミの形。例えば、その、ソラドレミと弾いた後に、このままなぞって、弾くのではなくて、これも縦移動の時の考え方と同じです。ここまでいったら、このパワーコード型の、このラーの、A の音に、4弦の7フレットに戻ってくるんですね。で、今これだけ、ここに、まあ、ラーの音に戻るまでに、ここの音から、1、2、3、3個目の音まで戻って音を弾いてるんですね。これだけも音を飛ばしてるんです。その音を飛ばすことによって、その音が戻ってくる間に、匂いが全部取れてます。で、ここでですね、じゃあ、実践的にどういう形でフレーズを使っていけばいいのか。それをですね、ちょっと順番にお話ししていきたいと思います。で、まず1個目。とりあえず、このパワーコード型っていうのをかなり連発するタイプでちょっとやってみようかと思います。まず、この、普通のペンタトニックの形ですね。この5フレットから8フレットの間の、このボックスのポジションですね。ここでなんですけれども、まず、6弦からで、パワーコード型。
で次5弦からのパワーコード4弦3弦2弦これを繰り返してこの1弦に終わる。で、こちらが、まあ、いわゆるペンタトニックの中でパワーコード型ひたすら繰り返しましたよっていうだけなんですけど、これを、まあ、全部ピッキングしてしまうとやっぱり臭くなっちゃいます。これ2番目にお話ししたハンマリングとかプリングとかそういうのを使っていきます。今回はプリングを使いましょう。この5弦を弾いたら、ここでプリングしちゃいます。で、次もパワーコード型に移動したらプリング。これ繰り返していきます。うん、で、これに関しては、まあ、今6弦からもう全部やりましたけど、これを一部分だけに留めてあげるっていうのもありだと思いますね。例えば、この3弦、2弦、1弦だけやって、っていう形でやってみるのもありですね。あと、そのパワーコード型を使う説明の時に、こういう空ドルミの形使いましたけれども、それも、例えば、これが今、縦移動型とかも使ったんですけど、まず、ここまでなぞってます。スライド。スライドに戻ってきました。フリングで、縦移動。スライドして、これパワーコード型で戻ってくる。はい、こちらですね。あと、もう一つですね。このペンタトニックのこのパワーコード型で、さっき、この空ドルミの形、あと5弦のところ、いろいろパワーコード型ありました。で、これをちょっと縦横無尽に動いていただきます。1弦、2弦をこれは乱用しちゃいます。まず一回弾いてみますね。今のがですね、パワーコード型。この二つ。三つですね。この三つを、利用して、それをひたすらスライドしました。で、その時の特徴として、必ず最初、アップダウンで弾きます。アップダウンスライド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 。このフレーズを使っていただくと、この音の飛びがすごいっていうのももちろんありますし、このピッキングするところが、どんどんこの拍からどんどんずれていくような感じになるんですね。いろんなところでピッキングをしていくので、その分、この全部頭でこう弾いているっていう感覚がなくなります。ここからですね、ちょっとまた難しい練習フレーズみたいなものを用意させていただきました。一回弾いてみますね。ちょっと解説していくと、ここまではさっきやったのと同じですね。2回ここ弾きます。そうすると、ここで音が2回繰り返されることによって、なんと言いますか、ここにちょっと印象付けみたいなことをすることができるんですね。これ同じようにスライドのやつを繰り返していきます。で、これがまず一塊ですね。一塊です。で、次。この後に、最後。さっきのフレーズのところで、この2弦の8フレット弾きました。これを、次の小節の時にスライドしていきます。一回ちょっとつなぎの部分やってみると、ここですね。これちょっとややこしいかもしれないです。ここの2弦の8フレット最後弾いたのを、こっちの10フレットまで、スライドしちゃいます。で、スライドした後にもう一回このパワーコード型のフレーズですね。行ったら、この後、縦移動、2弦の10、3弦の9、
ライドして、クリング、で、縦移動、で、5、7、スライド。で、パワーコード型の形を使って、4弦の5フレットに戻ってくるんですね。ゆっくり一回弾いてみます。ややこしいですね。でもこれを早く弾けるようになっていくと、いろんなところで、お、あいつ弾けんちゃう?みたいな感じでですね、思ってもらえるかもしれないですね。これですね。うん。で、ここに関しても、この最初のフレーズだけで考えてもいいですし、この後半の部分、これを、一個一個のフレーズとして、どっかで活用していただいてもいいですし、今みたいにまとめちゃってもいいですし、もっとこれ以上に、フレーズを広げていくでも大丈夫です。これはいろんなところでまた使っていただけると、ペンタトニック臭くないのに、自分の簡単に覚えているペンタトニックの中で面白いフレーズを作ることができるようになったりすると思うので、よかったら活用してみてください。で、今回やったパワーコード型なんですけれども、いろんな形ありましたね。こうやって、パワーコード型を連続して弾くようなやつ。こうやって戻るときにパワーコード型を使って臭さをなくして着地させるというやり方ですね。いろんなパワーコード型の使い方っていうのがありますので、よかったら、まあ、自分が知ってるフレーズにも同じように、一回当てはめてみて、自分なりのフレーズっていうのをまた作っていただけるといいかなと思います。はい。で、これが二つ目の型、パワーコード型のお話でした。で、次回の動画でですね、三つ目の型、四個中の三つ目ですね、っていうのをまたお話ししていきたいと思いますので、ぜひチェックの方よろしくお願いします。では、毎度恒例になってますが、まあ、こんなことやってほしいなとか、こんなこと教えてほしいなっていうこととかあればですね、こちらのコメントとか、ツイッターとかでも、DM とか、いただければ、こちらでも反映できるところをやっていきたいなと思いますので、ぜひよろしくお願いします。で、今回の動画もですね、よかったなと思った方、チャンネル登録、高評価、だったらよろしくお願いします。では、ギタリストの藤井亮でした。ありがとうございました。